ホリエモンチャンネル。ハロー YouTube。 今日の私は怒っております。ハローことかダウンタウンの松本さんに続いて、あのクソ週刊文春でやろうと思うが、あのヒカキンさんをですね、いじめてる。マジで許せない。僕10年ぐらい前に彼に会って、僕の仕事は YouTube っていう本を伸びを書いたお礼にですね、ホリエモンチャンネルのジングルを書いていただいたんですね。で、今のジングル2代目2本目も書いてくれたんですけど、まあすごいお世話になってる。そして日本を代表するトップ YouTuber、 仕事への向かい合い方は本当に真摯で素晴らしい。ホリエモンチャンネル、逆に僕はずっとあんなにね、動画たくさん撮って編集してずっと YouTube の仕事をしてて大丈夫なのかな、疲弊しないのかなと思ってたら、先日ね、今年の元旦に30代の一般女性と入籍されるということだったんで、本当、彼をですね、しっかり支えてくれる良き伴侶が見つかったのかなと思って僕は喜んでおりました。が、あの野郎どもが昔付き合ってた、それも4年も前に付き合ってた、そしてヒカキンさんから別れるって明確に別れましょうって言ってんのに、脳内でなぜか変換をして別れてないことになってるメンヘラ女、これをあの週刊文春の野郎どもが焚きつけた。おそらく結婚したと、ヒカキンが結婚したということで、なんかスキャンダルねえかっつって、あいつら周りに聞きまくって、いや昔の元カノがいますと、元カノがなんかメンヘラでみたいな。でね、彼らのやり口は徹底的にその女性に寄り添うんですよね。いやヒカキンさんになんかひどいこと言われてませんかとか、浮気した証拠ありませんかとか、いやそれは本当にひどいですね、あの人二股かけてたんですよ、これは正義の鉄槌を下さなきゃいけませんねみたいな感じで、どんどん洗脳していくんですよ。ある意味そういう風な事例聞いたことありますもん。なのでまあこれはもう本当客観的に見て、そもそもインターホンの映像とか覗き見るない、そこになんか違う女性の姿が映ってたからといって、それが浮気の証拠になるなんてみたいな話ですよね。全然根拠のない何年も前の話じゃないですか。それを今更奥さんもいるのにあえてこのタイミングで出していく、お前ら部数が取れりゃいいんだろう、課金されりゃいいんだろうっていうぐらい追い詰められてんだろう。実は雑誌めちゃくちゃ売れなくなって、週刊朝日とかもうどんどん週刊誌って廃刊になってますよね。週刊文春だって松本さんの記事とかヒカキンの記事とか出ないと全然売れてないと思いますよ。人のスキャンダル、それもあるようでないスキャンダルを捏造して自分たちの金を稼ぐ、最低だお前ら。そしていや本当にだから、ヒカキンさんの記事とか松本さんの記事とか出さないと本当に台所事情厳しいと思いますよ。文芸春秋社で稼いでるのって週刊文春ぐらいじゃないの、会社潰れちゃいますよ。まあまあもちろん清井町だっけにある本社とか土地とかいろいろ資産はあると思いますけれど、だからすぐに潰れるってことはないと思いますけど、キャッシュローはどんどん目減りしていくと思いますんで、またもっともっとひどい、何も悪くない、しかも書かれた人たちすげえかわいそうみたいな記事をどんどん量産してきて、業界知能のバカどもにわーって騒がせるっていうアホなビジネスモデル、いつまで続けるんだと、そろそろやめませんかということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。